こんばんは。カイトさんかわいい、お疲れ。昔からおじいさんかわいい。カイトさんお疲れ。としきさんピカピカ。ボビさん、オダヤンさん、サイダーさん、ヨイさん、金のだるま、ありがとう。ジャストミートさん、金のタコ、ありがとう。エランチさん、金のだるま、シロさん、ハット、ありがとう。キズナさん、金のだるま、ありがとう。真空圏さん、かまちゃんも金のだるま、ありがとう。あれか、なんかキャンペーンがまた始まったのね、これはもしかして。あ、ゴールデンウィークキャンペーンか。スーさんハート、アスパラさん金のハート、だるま、あまちゃん金のだるま、ありがとう。皆さん1週間お疲れ様です。お疲れ様です。今週もあっという間でした。もう毎日ね、7周年コンサートに向けてレッスンをしていたので、もうあっという間に時間が経って、もうついに明後日というね、驚きな衝撃な事実驚きの衝撃な事実。スーさんだるま、たこすけさん、としきさん、みろさん、金のだるま、ありがとう。こんばんは。今日まあリハーサルがあったんですけど、着リハしてね、リハーサルしてきました。スーさんハート、真空圏さんだるま、 BBB さん金のだるま、ヒロさん結婚してありがとう、カズさん金のハートありがとう。ちゃんと今日はね、兵庫県じゃないんですけど、広島だったんですけど、広島のちょうど追加公演で、5月のね、17、18に広島であるんですけど、なった、そこの会場でしてきた。コロコロさんハート、スさんだるま、 A さん金のタコ、釣り吉さんも金のタコ、ヒロさんハート、釣り吉さん金のだるま、コロコロさんハート、 A さん金のだるま、ありがとう。ちょっとさ、洗濯物干してきていいですか？洗濯物干してきていいですか？はい、ちょっと干してきます。ちょっと遠くから喋っとくね。ちょっと遠くから喋るわ。洗濯そんなに今日ない。洗濯今日そんなないからすぐ終わらせる。今は何を干してるかって言いますと、今日履いたズボンはただいま干しました。そしてただいまは今日履いた靴下を干しております。一足目右足か左足を今干しました。聞こえてるのかな、聞こえてないかな。車ってて全然綺麗にならない。そして先ほどお風呂に入ったので、お風呂で使った何ボディータオルを干しました。ちゃんとシワを伸ばしてね。マジで声聞こえてなかったら、ただ独り言を話してるね、なんか変な人やと思われちゃう。誰にって感じ。ただいまは今日着たノースリーブかっこ黒を干しました。いい感じ。もうみんな終わるよ。洗濯機のほこり収集みたいな、ほこり溜めてくれるところ。洗濯物干しタイム。ちょっと T シャツが釣られてたから、これ畳まないと。
はい、帰ってきた。どうや、どうですか。あんまり今日洗濯ないからね、すぐ終わった。洋館のさん、金のだるま、アリンコさん、ハートありがとう。金のだるまありがとう。あ、聞こえてる。あ、聞こえてた。ハートありがとう。 BBB さん、金のハート。赤砂郷さん、ミロさん、金のだるまありがとう。でね、まあ、今日はね、7周年コンサートのリハーサルをしてきて、7周年コンサートがね、あ、7周年ツアーかが追加公演で5月17日とね、5月18日がね、広島文化学園 HBG ホールでね開催されるということで、その HBG ホールでちゃんとセットもね準備してくださって今日リハーサルしたんですけど、もうね、私は結構序盤で涙がえ、もう本当にやばい。なんか本当にめちゃくちゃこう曲の歌詞も刺さるし、こうセットリストのめっちゃ素敵で、順番っていうか他の48グループさんの楽曲もやっぱりあるんですけど、でもやっぱり STU48 の7周年ということでね、 STU48 の楽曲がもうバッて入ってるんですけど、もう涙が止まらなくてなんか卒業フラグとか立ちそうなんですけど、兵庫公演とかでも泣いてても全然もう普通にもう、あ、すごい感情が豊かなんだなって思ってほしいんですけど、もう涙が今日も止まらなくて、リハーサルの時に、なんか歌詞、やっぱ ST の曲って歌詞がいいなと思ったし、こう、まあ、いろんなことを考えちゃっててね、こう涙が出てきたんですけど、もう本当に素敵なセットリストにもなってるし、演出もいっぱいあるので楽しみにしてください。かまちゃん、金のハート。 BBB さん、アスパラさん、金のだるまありがとう。そう、なんか今日ね、いっぱいね、なんか解禁されてたんですけどね、すごいらしい。練り歩きとかもあって、客席で踊ることも発表されてて、でいつもはお見送りをね、してたんですけど、私たちが並んでファンの方がこう前を通ってくださるっていうのをしてたんですけど、今回は逆にこう皆さんが客席に座った状態で、私たちメンバーがその通路のところを歩くというのがあって、まあ、サインボールをね投げたりだったり、ね、すごい3期研究生ちゃんがロビーでお出迎えだったり、カメコタイム本当に長いです。めっちゃ長いから、カメコン席の方はちょっと手がめっちゃ疲れちゃうかもしれないんですけど、めちゃ長いです。で、曲そのカメコタイムの時は結構衣装がね、その開催地によって違ったりとかもあるらしいので、楽しみにしてください。セットリストもね、本当にね、各県っていうか各公演によって、例えば香川は昼夜あるんですけど、昼夜でも違ったりとかするので、そうで、全部の公演行ったら STU48 の全曲見たことになるらしいです。確かにと思って、こう各公演のセットリストを見たら、うわ、本当じゃん、あ、全部やってるってなりました。すごい。私はどの曲に出るのかちょっとね、あれなんですけど、楽しみにしていてください。オリクさん、ハート。よいさん、オリクさん、金のだるまありがとう。そう、お見送りをね、みんなにしてもらうお見送られ会、お見送られ会、すごいよね、すごいよ。もうね、みんなお手手が疲れちゃうかもしれないんですけど、カメコの方は素敵に撮ってください。よろしくお願いします。BBB さん、だるまありがとう。金のだるまで、ね、なんかね、
それこそメールを取ってくださってる方はねあれなんですけど、今日 HBG ホールでリハーサルがあったんですよ。 BBB さん昨日だるまありがとう。でね、その HBG ホールは2年前の2022年のクリスマスコンサートがね開催された場所なんですよ。まあ、他にも多分コンサートとか、まあ、リハーサルとかいろいろしてるんですけど、一番こう思い出がある、思い出があるっていうかこう記憶に残ってるのが、まあ、2年前のクリスマスコンサートなんですけど、なんかその時のことを思い出して、もう楽屋もう楽屋からね、もう思い出して、ステージの客席、客席っていうかステージとか見てもめちゃくちゃ思い出して、うわーって なったんですけど、あのなんかあの時はもう何も考えれなくて、もう、わあ、もうね、とにかくね、9枚目シングルの選抜発表があったんですよ。で、まあ、大体予想ができていたっていうか、なんかきっとこのクリスマスコンサート当日に選抜発表があるんだろうなって思いながら、みんなも多分見てたと思うし、私たちもパフォーマンスだし、ああいうのって本当に全部サプライズだから知らないんですけど、だけどめっちゃドキドキしながらパフォーマンスしてて、でやっぱ、ね、9枚目の選抜発表があって、その後にあの着替えるところがね、あの、まあ、ゆうかちゃんとまいちゃんに挟まれたんですよ。鬼別だからあれなんですけど、ですごいなんかゆうかちゃんとまいちゃんにすごいなんかコメントっていうか言葉をもらったのをめっちゃ思い出したし、でもなんかその時にもうなんかもういろいろ思い出したんですよ。あずみんにもすっごいね、大丈夫ですかって言われたことも思い出したし、マネージャーさん、担当マネージャーさんにもめっちゃなんか言われたのも思い出して、なんかその当時のことすっごい鮮明に思い出して、こう自分の中ではすごい楽しかったコンサートでもあるんですけど、やっぱしんどいっていうか悔しいとかっていう方のがなんか ある会場だったから、なんかうわーってうわーってなってたんですけど、なんかその時に、いやもうずっと気合い入れとけって話なんですけど、まあ、ずっと気合いは入ってるんですけど、よりその2年前のクリスマスコンサートで、いや本気でっていうか、もう次だな、次がダメだったらだなってこう新たに気持ちを入れ替えたじゃないけど、頑張らないとって思った地でもあったので、悔しい思いもした、楽しい悔しい思いもしたけど、こうもう次こそはこう絶対にっていう気持ちがもうグッ、よりよりもう今までももう引き締まっとったけど、よりグッて引き締まった場所でもあったので、なんか初心を思い出すじゃないんですけど、もう思い出して、なんか楽屋とかステージ裏とかステージ上から見える景色とか見てて、なんか思い出しました、その時のこと。なんかその日の思い送りのも思い出して、なんかうわーってなったんだけど、みんなはそんなさ、メンバーさんとか HBG ホール行ってさ、何も思わないじゃないけど、そんなあれかもしれんけど、自分的にはその時のことを思い出して、なんかあーってなった。でもその日、それからね、1年半後くらいか、1年後ぐらいのねシングルでは選抜メンバーに選ばれてね、10枚目期間活動できたから、なんか続けてきてよかったなじゃないけど、前回はすっごい悔しい思いをして去った会場だったので、その10枚目の選抜になって帰ってこれたのが、なんか自分的に、まあステージにはなんか皆さんの前ではパフォーマンスしてないけど、
今日なんかステージに立って思いました。でもやっぱそういうところってさ、なんか記憶に残るよね。まあ、もちろん嬉しい会場も残るけど、こう悔しい会場って残るよね。考え、なんかいろいろ思いました、その時のことを。もう私はもうその時はもう優香ちゃんとまやちゃんにもう無理だってもう笑いながら言ってました。もう無理だこれ、無理だこれメンバーの前で泣くのは本当に嫌なので、そういうことで。だから感動とかなんかメンバーさんの卒業とかはもうそんなんもう涙止まらんし、歌で聞いたら涙止まらんって感じだけど、そういうことでメンバーの前で涙をするのは嫌だから、もう無理だ無理だとか言って笑ってたけど、そのことちゃんでした。ゆかちゃんね今日いなかったけど、めっちゃ思い出した。HBG、 もう HBG って聞くとうわってなっちゃう、うわだってしかもさ今回はさ逆に HBG ホールでさココアさんがラストじゃないですか。もう悲しい、もう悲しい悲しいよ。 HBG がココアさんラストだからまた悲しい思い出になっちゃう。思い出の会場。ひろくさんハート、かまちゃん金のだるま、崎山さん金のだるまありがとう。みんななんか金のだるまとか金のハートとかもしよかったらお待ちしてます。いろいろ考えて新幹線口まで歩いて帰った。結構歩いてるね。 HBG から新幹線口ってめっちゃ歩いてるね。私もあの時もなんかあれだった、何も考えてなかった。道不足の正代さん、甲斐さん金のだるま、お父さん金のタコありがとう。確か2年後には変わってたもんね。いやでもみんなのおかげだなってすっごい本当に思うし、みんながいてくれなかったらここまで続けてこれてないからありがとうって感じです。もっと頑張るね。あ、そうそう、アステールプラザのそう横、信号渡って横です。そうそう、ドラさんコンサートのところ。まことちゃん、ティガーさん、金のだるま、カイトさんもありがとう、タコスケさん、カズヤマハさん、金のだるまありがとう。ねえ、とても感動的な。何、お洋服がパジャマだから。そうなの、もう今日はお風呂に入ったの。早いでしょ、優秀でしょ。もうね、お家で帰ってきてゆったりしてから配信しよっかなと思ったんだけど、いやいや、そのゆったりの時間がもったいないなと思って、ゆったりしてる時間があるんだったらもうお風呂に入ろうと思って、じゃあお風呂入りました。すっぴん、ちょっとリップだけちょっと塗ったけど、もうすっぴん。お、アニメイトの、すごい、非売品全員サイボスへ。やばいね、強運の持ち主だ。またそれはもう一生一生大切に持っていてください。しんいちさん金のハートありがとう。お、待ってます、お話し会とかサイン会。ね、ほんとにさ、みんな、いや今日もっていうかさ、今日からね、そのお話し会受付の第3次受付が始まって、もう今回の第3次受付はちょっと長めなので、あの前回とか前々回はね1日だったんですけど、今回の第3次受付は火曜日、4月30日火曜日の13時までと結構長いんですけれども、本当にもうね、新制服もうマジで可愛いから、あのね、新制服なんですよ。6月22日のファーストアルバムの初日が幕張メッセでね、ちょっと
関東の方なんですけど、本当に可愛いから写真撮ってたがええよ、みんな。若いと大阪行く。お、大阪待ってます。陽介さん金のタコありがとう。ノースリーブ送った。ええー、嬉しい。そう、ノースリーブね、いいのがなかったんですよ。見つかったの？どこで？どこで？どこで？そう、3時からね、申し込みのね、もう枠がね、もう無限大みたいな感じになるのであれなんですけど、待ってます。広島のお話し会、そう、今回から複数でね、こう参加できるところとかはね、あのこうお財布様と相談をしながらなんですけど、待ってます。あの個人的にはね、すっごいなるんですけど、あのお誕生日の次の次の日のね、直接の広島待ってます。みんなにおめでとうって直接言っていただきたいので待ってます。まあ直接が難しい方もいらっしゃると思うので、オンラインがね月に1回という最高な、まあでも月に1回はね少ないからね寂しいけど、でも月に1回あるのでお待ちしてます。しばっちさん金のハート、いはくさん金のだるま、ようかなさん愛してる、たかけいさん金のだるま、しんいちさんだるま、ゆうすけさん金のとこありがとう。そう、お話し会待ってます。初日の幕張とオンラインの初日の呼び捨てデイ、お誕生日から2日後の広島、8月、ファーストアルバムの最終日の3大賞の大阪、4時間目ね、まあ、全日程4時間目、最終時間がねおすすめなんですけど、なんで私がいつも最終時間をおすすめしてるかっていうと、こうやっぱ一日、まあ最初もねたくさんの方に来ていただけたらさ、幸せなスタートって感じなんですけど、やっぱどんな悲しいことがあってとかあっても、最終的に美味しいものを食べたらなんか 100% 幸せにはなれんけど、なんかちょっと紛れるやん、わかる？みんな、もう今日仕事でもうほんまに失敗しました、もう終わりします、もうめっちゃ怒られました、でも帰ってなんかステーキ食べましたってなったらめっちゃ幸せな気持ちになるやん。だからそんなような例え下手かもしれんけど、だからお話し会で最初とかね、やっぱりあ寂しいなっていう時間が続いてても、やっぱ 最終時間、最初から最後までこうたくさんの方に来ていただけたら、逆にそれまでのその寂しいよっていうな時間がなかったことにはできないけど、でもみんなと最初から最後まで話せて楽しかったっていうのになるじゃないですか。その一日の締めくくりがこうえいってなるじゃないですか。だから個人的に私は最終時間をちょっとおすすめ今回してるんですけど、4時間目ぜひぜひお待ちしてます。そう、終わり、なんかよく終わりよければ滑ってほしいっていうわけではないけど、そんなね仕事失敗したのもご飯食べてパーとかそんなことにはならないけど、仕事失敗しても美味しいもの食べたらちょっとはさ、よし明日から頑張ろうってこう気持ちを切り替えれるじゃないですか。そうだなって思って、今回は4時間目最終時間、オンラインも直接も4時間目おすすめです。そう、前回そう1時間目にしたんですけど、そうみんなねちょっと早起きが難しいのかな。しかも私大事な時がね、ツーショット、今回もそうなんだけど、ツーショットとサイン会私1時間目なんですよ。なんで私毎回なんかそういうなんかね時に限って早い時間なんだって感じなんですけど、そう4時間目ね、夕方から夜ぐらいの時間帯で、まあ、皆さん来やすいかなと思うので来てくださると嬉しいです。キングさん金のだるまありがとう。あ、共感できる例え本当に
そうだからみんな待ってます。今回からね、今回の第三次受付からいっぱいもう自分が行きたいところ行きたい枚数申し込めるのでぜひお待ちしてます。このね2個目のバナーです。1個目はインスタグラムでもほぼ一緒やんみたいなバナーなんですけど、2個目のバナーからぜひぜひチェックしてみてください。こんばんは。お仕事頑張って、この後まだお仕事があるのね、頑張ってください。私はもうあとは寝るだけっていう神な状態なんですけど、あ、そう、ちょっと待って、全く話変わるんですけど、今日はちょっとよ、先日ねいただいたんですけどね、バレンタインの方かな、2月5日月曜日から2月4日に開催されたショールームバレンタイン2024キャンペーン4AKB48 グループっていうキャンペーンがあったんですけど、まあ、今はねちょっとなんかあのゴールデンウィークのゴールデン、この金のだるまのやつがあるんですけど、ワクチンさん金のだるまありがとう。その前回ね、それでお菓子の詰め合わせということで全国のお取り寄せスイーツのギフト券をいただいたんですよ。でそちらをまだ注文しなくて、そう配信で注文したいなと思って、そうちょっとやってないので、ちょっとみんな今日注文したい。これをなんか入力したらなんかできるらしい。もう後ろに番号書いてあるので、ちょっと後ろに番号を入れて登録して注文したい。八日野さん金のだるまありがとう。すごくないこれ、全国お取り寄せスイーツ、こう後ろになんか番号とかがあるので、まあ、そちらをねあのこう入れて、で自分が多分買いたいのあれなのかな、サイトへアクセスして、ちょっと待って QR コード読もう、 QR コード読んで番号を入れる。これなね、こ口に出して言ったらね、もしかしたらみんなにね先に注文されてね、なんでってなるから言えないんですけど、番号ログイン、お、できた、できた、ログインできた。池橋さんお疲れ、お父さん金のだるまありがとう、バクチンさん金のだるま、ヨカナさん金のだるまありがとう、ミーさん金のだるま、ヘタクサの猫さんありがとう。そう結構ある、何種類か、博多あまおうたっぷりいちごのアイス、え、ねえやばいこれ、え、これアイスなの、うわ、あまおうのクリームいちご大福だって、やばーい、ちょっと待って、イケアスさん木のとこありがとう、やばい。あ、でハニーワッフル、ハニーワッフル、こういうワッフル、待って、やばいやばいね。でまあ、さっきのあまおうのいちごアイスと、北海道フルーツアイスバラエティ、京都センチュリーホテルアイスクリームギフト、アイスをミニバー、何これミニバーって何、あーなんかいただいたことある、これなんか食べたことある、これなんか見たことある、でもこれ食べたことあるからな、うわ待って、ジャージー生チョコレートだって、やばい、わらび餅が食べたい、うわー、和菓子もいいですね、
うわ、生ショコラサンドやって、ねえやばい、めっちゃ美味しそう、京都だって。ララバイさん、金のだるまたくさんありがとう。みんなもしよかったら金のハートだったり金のだるまがねありましたら、チャレンジとかあのなんか無料でもらえるゴールドとかでもしよかったらゴールドギフト投げてくださると嬉しいです。あ、ね、私絶対に好き、ミカドコーヒー、え、聞いたことある、ミカドコーヒーのトリュフショコラケーキだって。え、待って、やばい、私ね、こういうさ、こういう生地の中に入ってるなんか生地大好きなんですよ。え、待って、美味しそう。果実とショコラ、果実とショコラ、よいちフルーツシャーベット。うわ、待って、やばい、どうしよう。前が動いちゃった、やばい、ちょっと待って、美味しそう。春つ、何これ、春包みいちごアイス、どういうこと、じゃん、いちごフルーツティアラアイス、バニラアイスクリーム、トカチアイスミルク、うわ、アイス、北海道のアイスとか絶対濃厚や。あ、よく見るカタラーナ6個セット、カタラーナのアイス、ペンギンプリンだって。え、あ、ダメだ、私あんこ無理なんよ、粒あんっぽいわこれ、あんこアイスだって。ペンギンプリンとあんこのセット、うわ、マンゴープリン、コーヒーゼリー、バタークリームデコ、うわ、フルーツチーズケーキ8種セット、和のチーズケーキ。ねえ、私さ、本当にさ、こういう私生地系本当にダメなんですよ。ダメっていうのは、あの、大好きってことなんですよね。ミカドコーヒーのモカロール、うわー、ロールケーキスフレセット、ね、やばい、ね、ほんまに美味しそう。うわ、はぁ、カステラとバームクーヘンのセットだって。え、ちょっと待って、私もう大好き、もう、あ、移動しちゃった、本当に大好き、生地系本当に大好き。うわー、ね、ふわふわバームクーヘンとハードのバームクーヘンがセットになってるんだって、これ。ねえ、甘い、美味しそう、どうしよう、どれにしよう。うわー、和菓子セット、あ、どら焼き、薄皮どら焼き、ぜんざい、わし、あ、おせんべいのセット。え、待って、どうしよう。でもおすすめ商品っていうので、たっぷりいちごのアイスとクリームいちご大福が来てるんですけど、やばい、もう無難なやつにするのか、それともこのいちごにするのか、でもどうしよう。あの、私本当に生地が大好きだから、アイスとかもクリーム、生クリーム大福とかも好きなんですけど、ちょっと生地が好きだから迷っちゃう。佐々木さん、ハートありがとうね、どれも良すぎるよね。しげきぴーさん、だるまありがとう、こんばんは。え、待って、本当にどうしよう、全部美味しそう、生チョコも美味しそう。え、でもね、ミカドコーヒーって聞いたことあるんですけど、ミカドコーヒーのトリュフショコラケーキがやばいよ、絶対に大好き、生ショコラサンドも絶対に大好き。ミルクチョコ3個、ホワイトチョコ3個、抹茶3個だって。ね、レベル高い、どうしよう、一番食べてみたいの、一番食べてみたいの、これも私トリュフのショコラケーキかカタラーナ、でもカタラーナは見たことあるんですよ。トリュフショコラケーキもでも似たようなっていうか、食べた、このミカドコーヒーのは食べたことないけど、きっと差し入れでいつかはいただけるかもしれない。待って、でもクリーム大福、うわー、うわー、もち米と、うわー、いちごたっぷりアイスだって。いちごの王様博多あまおうのソースが入ったアイスの上にゴロッと果肉を乗せた、うわー、一番最初のおすすめって補足が、確かにおすすめ、おすすめって言われて、こんな、しかもそ、一番大きいもん、なんか一番大きいこの2つが。クックさん、スーさん、金のハートありがとう。
BBB さん、金のだるまありがとう。無難に行くか冒険するか、こういう時調整できないんだよな私。こういう時調整できないだよね。やばい、確かに甘、ね、を、そうだよね。うわー、どうしよう。洋川さん、昨日誰もありがとう。自分のせい、冒険しない。そうだよね。あ、まあ、一番お高そうなのはあまおうのいちごのアイスなの。いちごのアイスが一番お高そう。おすすめでもね、皆様がいただいたこのギフト券なんですよね。みんなの、みんなのみんなのおかげでいただけたやつ。どうしよう、迷ったらチョコ。わかる、ね、本当にさ挑戦しなくていいですか。なんかさ、いちごもいいなって思ったんですけど、でも私が食べたいって一番思ったのは、本当にもう無難すぎて、無難すぎて無難なんですけど、ミカドコーヒーのトリュフショコラケーキなんですよ。8個も入ってるし、うわ、でも生チョコも美味しそう。ジャージー生チョコレートだって、いーん、やばい。でもさ、このさ、春なについ、なに、春つついちごアイスみたいな、これも気になる。この春つ、これ何って感じなんだよね。やばい、お腹すいちゃう。うわー、でも、いちごの王様博多あまおうのソースが入ったアイスの上に、確かにソースがここね、しましま模様に入ってるね。ごろっと果肉を乗ってるね、いっぱい。これ旬の味と素材感もたっぷりだし、まさにいちご尽くしのアイスです。でもね、クリーム大福はね、私最近生クリームがねちょっとね胃に来ちゃうんですよね。あとね、フルーツとね生クリームがね、個人的に別々で食べたい派なので。うわ、めっちゃ迷う。どうする、どうする、みんなどうする、どうするよ。一生決まんないよ、一生決まんない。新井さん、お疲れ、金のだるまありがとう。チョコケーキ、そう、今日もチョコケーキドーナツ朝から食べました。
ショコラケーキトリュフの、うわー美味しそうすぎ。そうしよう、いちごも気になるけど、この私はミカドコーヒーのトリュフショコラケーキにしよう。いやでも、美味しそうすぎて、そうだよ、どれ選んでも優勝なんですよ。どれ選んでも優勝なんだけど、これ入力進んでいこう。もう今日注文しよう。商品交換手続きへ進む、だって次へ進む。シナの、これ何、シナのソラハか、女性です。年齢は20から29です。あ、ここちょっと住所なので内緒にします。はい、住所ちょっと入れます。ご住所、ちょっと待って、はい OK。 あ、ちょっと待ってね、今は電話番号を入れてるので内緒です。あ、やばい、メールアドレスも入れんといけん。やばい、個人情報をめっちゃ入れる。あ、やばい、もう一回再確認せんといけん。再確認、はいはい、自分に送りたい。シナのソラハ様、お、5月には届く、5月の中旬には届くな。申し込みをする。ギフト交換のお手続きが完了しました。ということで、私はですね、何を注文したかと言いますと、ミカドコーヒートリュフチョコラケーキです。5月の11日からだって。でもちょっ とあのその日ツアー7周年ツアーだから、ちょっと受け取れないから、ちょっと時間指定してまた後日に受け取るけど、そうちょっとミカドコーヒーにしました。いちごと迷った、でも挑戦できなかった。しかも私本当にめっちゃ生地が好きなんですよ。カステラとか、もうバームクーヘン、それこそ今ハマってるチョコレートケーキドーナツとか、本当にもうドーナツとかパンとか大好きだから、ちょっと負けちゃったね。1ヶ月もかからない、すごい。こんばんは、池橋さん優勝、ブラピーさん金のだるまありがとう。美味しい、絶対もう見ただけで美味しいですもん。美味しい、これはもう優勝です、確定です。楽しみだ。はい、ではまた届いたらね、ちょっと紹介させてください。あとですね、まあ、今日ブログじゃないわ、今日メールにね、おやすみメールにね、とあるものをゲットしたくてお買い物に行きましたって、無事ゲットできましたって言ったんですけど、私は何をゲットしたかっていうと、先日からね始まったサンキューマートとあさみみちゃんの
コラボグッズを無事ゲットしてきました。あーイエーイ、あさみみちゃん、私の大好きなあさみみちゃん、もう本当に嬉しい、もう本当に嬉しい。もうね、いけないかと思ってて、結構本当にガチでしょぼしょぼしてたので嬉しい。で今回もいっぱいあって、いっぱい本当は欲しかったんですけど、さすがにあの破産しちゃうっていうか、あのいっぱいお金使いすぎてもダメだなと思って、そう結構頑張って抑えて、こちらまず2点で429円って書いてて、まあさみみちゃんのステッカー2個あったんですけど、私的にはこっちの方がいいなと思って、まあ、こっちを買ってもう1個買うか迷ったけど買わなくて、こう2点で390円、429円って書いてる、このねなんかがついてると、ついてるやつとこうどんな組み合わせしてもなんか429円になるらしくて、パセと言ったんですけど、パセがそう2点で429円の靴下を買ってたので、これはこれと靴下セットって感じで買ったんですけど、まずはこのあさみちゃんの可愛すぎるステッカー。私ねちょうどね携帯ケースを新しくしようと思ってるんですよ。もうさすがにもう黄ばみすぎてるから、だから綺麗にしたらここの後ろに入れようかなと思って。可愛いあさみちゃん、大好き大好きあさみちゃん。そしてもうどんだけ前髪クリップあるねって話なんですけど、あさみちゃんのこう前髪クリップ、この無表情の絵、無表情のあさみみちゃんとこのキュルキュルのあさみみちゃん、それに私は違うやつで島村で買ったやつなんですけど、ま、全く違うテイストっていうか、もうこっちはゴム製なんですけど、こっちプラスチック製であれなんですけど、こっちはもともと持ってるやつはふわーんってしてるんですけど、こっちはもうキュルキュルと真顔みたいな感じで、かわいい、あさみちゃん大好き、かわいい。ちなみにこれはもう一個はパセにあげました。もうマジであさみちゃん大好き、もうただのうさぎちゃんじゃないですからね、29歳 OL ですから、本当に可愛い。でそしてじゃん、こちらはあさみみちゃんのボックス入りマシュマロで、マシュマロが4個入ってるらしい。であのランダムステッカーが4枚中1枚入ってるらしくって、もうどれも可愛いって感じなんですけど、めっちゃ泣いてるあさみみちゃんがいて、その横になんかニコニコあさみみちゃんと、あさみみちゃんとあねみみちゃんがくっついてるやつと、これあさみみちゃんとあねみみちゃんとなんだっけな、ダニーくんだったっけな、ともう一人違うこのうさぎちゃんみたいなのがいる、これを買いました。これ3つを買いました。めーへー、かわいい。ちょっと写真撮ろう、写真撮っちゃおう。マシュマロが入ってるし、ちょっとこのランダムステッカー見気になる。写真撮ろう。もう可愛い。私の推し活をしました。昨日はコナンの平次の推し活をして、今日はキャラクターの推し活をします。もう本当に可愛い、大好き。もっとあさみみちゃんもうね爆発的になるべき、可愛すぎる。私の推しですから。本当に可愛い。よし。どのステッカーが出るかな。ステッカー4種類あるんですよ。でも全員キャラクター乗ってるのも可愛いし、でこのあさみみちゃんとあねみちゃんがくっついてるのも可愛いし、でも泣いてるのよしよししたくなる可愛さ。でもこれをご飯食べて美味しいみたいな笑顔で可愛い。あさみみちゃん、そう29歳 OL です。あさみみちゃん、写真撮ろうじゃないわ、開けよう。どんな感じで入ってるんだろう。そうめっちゃあったんですけど、その中からセンターにいた子を取ってきました。君だって選んできた。どんな感じで入ってる。もうまんま入ってるのかな。ランダムステッカーの予想はこういう時に限って私が
あのなんて言うんだろう、一番悲しくなるようなこの泣いてるやつ、泣いてるあさみみちゃん見たくないもん。笑顔のあさみみちゃんが見たいけど、泣いてるあさみみちゃん出てきそう。今日私が泣いてから、私が泣いたから予想、この泣いてるあさみみちゃん出てきそう。リハーサルで泣きました、感動しすぎて。え？え？あ、入ってた。まだ見えてない、ここここに入ってる。ノーマルマシュマロだ。え、美味しそう。え、マシュマロ大好き、マシュマロ大好き。マシュマロ4つ入ってる。やばい、誰だろう。いくよ、せーの。え、全員いるやつじゃん。え、かわいい。え、全員いる。ねえ、かわいい。あさみちゃんも幸せそう。おお、私今日さ、本当にリハーサルでめん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 感動して泣いちゃったからさ、泣いてるあさみちゃん来るかと思ったら、いやー、全員いるじゃん、かわいい。ちょっと調べよう、あさみちゃん。このお名前まだ分かってないんですよ。あさみみ、あねみみ、ダニーくんしか分かってないんですよ。あさみみちゃん仲間、この黒、グレーと、グレーと白のこのペン、ペンギじゃない、うさぎちゃんはお名前気になっちゃう。あさみみちゃん、あ、25歳の OL だ、25歳だ。あさみみちゃんのお姉ちゃんね、あねみみちゃん。あ、にんじんちゃんだって、にんじんちゃん、もうにんじんちゃんも名前いるらしい。あさみみのマネージャーをしてくれてる、繊細で心が優しい。え、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、まあ、ちえ、ちょっと待って、紹介してくね。このピンクのこのうさぎちゃんね、この子があさみみちゃんって言うんですけど、あなたの気持ちを浅くする寄り添いうさぎの25歳。食べることが大好きで一緒、寝るのも大好き一緒、あなたのことも大好きだよ。両思い、嬉しい。そしてこちらのね、紫のうさぎちゃんが姉ミミちゃんで、このピンクのこのね、うさぎちゃんのあさみみのお姉ちゃんだよと、ええ、あさみみのお姉ちゃんだよ、とってもおしゃれでお仕事もできて頼れる自慢のお姉ちゃんなんだ、たまに甘えん坊になることも、だって、かわいい。で、そしてこのうさうぎちゃんの横にいるにんじんね、にんじんちゃん、あさみみピンクのこのうさぎちゃんのマネージャーをしてくれてる繊細で心優しいにんじんの妖精さんだよ、一緒に暮らしているからいつも一緒なんだって。マネージャーなのあなた、初めて知った。にんじんちゃん、キングさん、金のだるまのブローさん、あたりがとう。そしてこのグレーと白のうさぎちゃんはちびみみちゃんだって。え、待って、かわいい。あさみみのことを推してくれてる川耳な JK だって。女子高生なんだって、このグレーと白のうさぎちゃん。 JK うさぎさん、家にはたくさんのあさみみグッズを置いてくれてるみたいで、だって。え、すご、関係性すご。25歳マネージャーさん、25歳より上、 JK。 このこのね、猫ちゃんみたいな子はダニーくん、おもろいね、ね、面白い、ちょっと待って、面白い面白い。ギターとビールが大好きな男の子、男の子らしい、初めての男の子だ。このね、しょぼんってしてるダニーくんね、ちょっぴりネガティブになることもあるけど笑顔がとってもキュートなんだ、だって。かわいい、よかった。から、あさみみちゃん、にんじんちゃん、あねみみ、ダニーくん、ちびみみ、ちびみみちゃん、あ、全員ちゃんついてるわ、全員ちゃんとくんついてる。あさみみちゃん、にんじんちゃん、あねみみちゃん、ちびみみちゃん、ダニーくん。え、すごい、待って、かわいい。え、待って、迷う。こっちのステッカーもいいな、このデカステッカーも可愛いけど、このこのミニステッカーも可愛い。え、めっちゃ可愛い。大好き、あさみみちゃん、もう本当に好き。あさみちゃん全然ね、最近ね、こういうグッズ本当にね、最近ちょっと増えてきてるので嬉しくて、いっぱいやっちゃうんだから、買っちゃおう、いっぱい買って、いっぱいあさみちゃんの、勝手に勝手にあさみちゃん推し、勝手に名乗るね。
OL なのにマネージャーおる。え、それな、 JK ウサギもいるらしい。人参は妖精ちゃんかね。すごい、なんか面白いね。マシュマロ食べよう。マシュマロ大好き。焼きマシュマロが一番好きなんですけど、焼けないので。久しぶりに食べたマシュマロ、え、うまい。え、口の中で溶ける。うん、え、溶ける。マシュマロってこんなんでしたっけ。え、ね、バーベキューのマシュマロ美味しいよね。最高。やばい。全部食べちゃう。美味しい。あげる。チュ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 。うん。じわじわ溶けてく。何？噛まなくても溶けます。ラスト一個。あさみちゃん、今日も一日頑張ったから食べていいよね。全部食べるね。ごめん、全部食べる。え、マシュマロやばい。マシュマロ、え、こうマシュマロハマったらやばそう。だってもうこれ、もうだって溶けちゃうじゃん。溶けちゃうじゃん。溶けちゃうから、これもうハマったらもうブクブク太っちゃうやつ。やばい、美味しい。溶けてなくなってるから、ダメなんだよ。溶けてなくなるからこそカロリー取っちゃうよ。これマシュマロ 100g 食べたら 325kcal、 炭水化物78。やば、怖。そう、これを買いました。ボックスマシュマロ、ランダムのステッカーが入ってました。うわ、現実って怖いね。めちゃくちゃちっちゃくて可愛くてさ、白くてふわふわしとって、口の中に入れたら溶けるのにさ、カロリーとさ、炭水化物、糖質はすごいんだから。怖ー。気をつけましょう、みんな。いや、今日はいろんなことがしたな。お話しして、スイーツ頼んで、あさみちゃんグッズ紹介して、もうあとは寝るだけです。やばい、本当に早寝できるかもしれない。もうそろそろっていうか、10時に配信終わろうかなって思ってたので、やばい、あっという間だ。早寝しよう。明日も早起き頑張ります。気をつけないと、糖分。みんなありがとう、見に来てくれて。リュウちゃん、キングさん、金のだるまありがとう。みんな金のだるまだったり、金のハートまだ投げれてないやーって、残ってるよーって方がいたら、ぜひ投げてみてください。もう1時間経った。ありがとう。
カイトさん金のだるまたくさんありがとう。コモカちゃんも金のだるま、カイトさん金のだるま、最新型ポンコツさん金のハートありがとう。金のハート、あ、金のハートは他のルームに行ってもらうのか。最新型ポンコツさん金のタコ、高橋さんキングさん金のだるまありがとう。高助さん金のだるまありがとう。ただいまお話し会の受付中でね、今回はアルバムでね、まあ、1枚あたりのでお値段がいつもよりねドンってちょっとアップしてるんですけど、その分ね、多分その分っていうのかな、アルバムだからなのかな、わかんないけど、多分いつもよりもお話しする時間が長いのかな、ゆったりと話せるって書いてあったので、そう、皆さんとお話しできるの楽しみにしてます。スカイオルさん金のだるま、高助さん金のだるま、勘助さんハートありがとう。一緒にそのファーストアルバム期間も思い出をたくさん作っていけたらなって思うので、ぜひお待ちしてます。幕張はツーショット写真会、広島は縁日レーンで、大阪がサイン会、サイン会楽しみ、皆さんお待ちしてます。オンラインもね、やっぱ直接が難しいって方はね、オンラインが月に1回しかないので、そう、前回よりかは予定が合わせるのが難しいかもなんですけど、皆さんとお話できるのを本当に楽しみにしてます。今月な、来月、再来月からね、始まる、再来月、もう言っても、あと1ヶ月ちょっと後からね、ファーストアルバム期間が始まるということで、今回は2024年、だって12月8日まであったので、多分年末ぐらいまでファーストアルバム期間になると思うんですけど、その7ヶ月ぐらいかな、みんなと一緒にこういろんな思い出を作って、こうより濃い期間にできたらなって思うので、来てくださると嬉しいです。スーさんハートありがとう。縁日レーン、でも2日とも一緒の内容だったらね、なんかあれだもんね、どうなんだろう、まだ詳しくは私たちもね、皆さんと同じ情報しか得れてないのであれなんですけど、ここあのなんだっけ、インスタグラムと X にどの日にどんなお洋服を着るのかっていうのを載せているので、ぜひそちらからチェックしてみてください。生誕 T シャツ着る日とかね、まあオンラインにはなってしまうんだけど、直接でね行きたかったけど、みんな飲みたかったけど、直接今回全部衣装が決まってるので、オンラインでねいっぱいいろいろ考えてますので、ぜひ来てくださると、みーさん金のタコありがとう、スーさんハートもありがとう、幕張も待ってます。それでは壇上を呼びます。13位スーさん、12位としきさん、11位ミロさん、10位サイダーさん、9位ヨイさん、8位タコスケさん、7位アスパラさん、6位ヨーカナさん、5位ララバイさん、4位カイトさん、3位 BBB さん、2位カイトさん、そして1位キャスさん、ありがとう。キングさん、豆太郎さん、木のだるまありがとう。お、7周年ツアー初日の日がいっぱいカメコするために、そうだよ、7周年ツアーほんまにカメコタイムが長いので、皆さんお手手を鍛えててください、筋トレ、ね、今日情報解禁されたんですけど、今回の7周年ツアーはもういろんな企画が盛りだくさんなので、皆さん来てくださると嬉しいです。この後、今日はもうお風呂に入ってるから嬉しい、もうあと寝るだけ、寝ます早く。皆さんもゆっくり休んでください、今日早く始まるからって、みんな他の子に浮気しちゃダメなんだからね。また明日会おうね、夜かな、夜にお会いしましょう、頑張る、
みんなからのメールの返信とか、それこそコメントとかね、いいねとかがすごい自分の力になってるので、ね、もしよかったらメールの返信とかお待ちしてます。では皆さんありがとうございました。ではバイチャラポー、またね、おやすみ中、ありがとうございました。